政府の復興構想会議は一次提言をまとめました。焦点となっている復興財源については、消費税や所得税など基幹税の増税を中心に検討すべきだとしました。今日の会議でまとめた一次提言では、被災した自治体が復興のため自由に使える財源を確保するため、新たな交付金や基金の創設を盛り込みます。焦点の一つだった復興財源については、今を生きる世代全体で連帯し、負担の分かち合いにより確保しなければならないとしました。その上で、臨時の増税措置として基幹税を中心に多角的な検討を速やかに行うと、消費税や所得税などの増税を検討すべきだとしています。復興構想会議は25日にこの提言を菅総理に提出することにしています。